バイカリスクから見る、ハマルイコールダバン山脈ハマルダバン山脈は、バイカル湖の南を東西に伸びる山脈。イルクーツク州とブリアート共和国にまたがっており、多くが両者の境界である。ブリアート語で、は、花、は、上り坂、峠の井バイカル湖岸を、ハマルイコールダバン山脈に並行して、シベリア鉄道の東シベリア鉄道支社間かつ域が、通る。 ハマルダバン山脈の北部はソイバイカルで最も湿潤な地域で豊かな植生。南部はツンドラ植生が主。森林は、新葉樹がほとんどで太古からの生き残りのポプラ林、カバノキ、高高度では、高山草地、ハイマツ、ヒメカンバが見られる。山脈の中部1 9 6 8年にバイカル自然保護区が創設された。最高峰はバイコールラ。 最も人気がありアクセスしやすい山が、チェルスキーボンで毎年何千もの観光客が訪れる。ハマルダバン山脈は多くの湖を有する。最大でよく知られているのは、ソボリノエコ。小さなものに、パトボエコ、チョルトボコなど。主な河川は、ウトリク川、スネージナヤ川、テムニク川、ハラムリン川。主な生息動物はヒグマ、ヘラジカ、オオカミ、キツネ、リス。 ヨーロッパオーライチョウ、ホシガラス、キツツキ、エゾライチョウ。川には川ヒメマス、レノック、ローチといった魚が住む。ありがとうございます。